ハートリー・エイチ・フィールドはアメリカ合衆国の哲学者、ニューヨーク大学哲学部教授、刑事上学、数学の哲学、論理学の哲学、科学哲学を専門とする。1967年にウィスコンシン大学で数学の BA を取得した後、1968年にハーバード大学で哲学の MA を所得。さらに1972年に 同大学で PhD を取得した。当時の指導教授は、ヒラリー・パトナムであった。南カリフォルニア大学やニューヨーク市立、大学大学院で教えた後、現職。最初の研究テーマは、アルフレト・タルスキの心理論への注釈であった。現在このテーマについては、心理のデフレ理論を支持するに至っている。当時の著作で最も有名なのはおそらく、哲学雑誌。 ジャーナル・オブ・フィロソフィーに掲載された論文、理論変化と参照の不決定セオリー、チェンジンザ・インディタ c ミナシー・オブ・レファレンスであり、これは部分的意味の概念を導入したものであった。1980年代にフィールドは数学の哲学の分野において数学的フィクショナリズムの検討に着手した。これはすべての数学的言名は単なる有益なフィクションに過ぎず、 文字通りの真理であるとみなすべきではないとする説である。最近の研究テーマは意味論的パラドックスの問題である。またフィールドは全米博士研究員組織委員会やニューヨーク大学博士研究員組合の有力な支援者としても有名である。ありがとうございます。